今日はですね、首都行伝17章16節から見ていきたいと思いますけども17節を見るとパウロはある使命感を感じていた,たことがわかります首都行伝17章16節から読んでいきたいと思いますけども開けてますか開けたら「ーメンって言ってくださいアあめん OK ちょっっとアメリカ風にやってみました <laughs>、はい、えー、17章16節から「さてパウロはアテネで彼らを待っている間に市内に偶像がおびただしくあるのを見て心に憤りを感じた」ここでパウロは心が憤り心に憤りを感じたって書いてありますけどもなんで憤ったでしょうか この政府によると偶像礼拝をしている人のアテネの人々を見たからです。パウロはこの人たち偶像を礼拝している正しい神様のことを全然知らないんだなということに対して心が動かされて次のようなことは続きに書かれています。17から18を読んでみるとそこで彼は街道では ユダヤ人や新人向かい人たちに論じ広場では毎日そこ,そこで出会う人々を相手に論じたまたエピクロソ派やストア派の哲学者数人もパウロと議論を戦わせていたがその中にある者たちが言ったこのおしゃべりは一体何を言おうとしているのかまた他の者たちはあれは異国の神々を伝えようとしているらしいと言った。パウロが イエスと復活とを述べ,述べ伝えたからであったと書かれていますさてここではっきりさせないといけないことが一つ二つかもしれないですけどありますわ私が偶像礼拝というとき、パウロが偶像礼拝という聖書が偶像礼拝というときこれは実は偽キリスト教のことも含まれていますそして偶像礼拝は どの国に行ってもどの宗教の偶像礼拝でも必ず一つ同じ教えがあります。それはお怒りになっている神様がいて宗教というものはその神様を和めるためにあるものであるだからこそお怒りの神様を和める必要があるそしてお怒りの神様の恩恵に入る必要があるという教えです。 というわけで二世キリスト教も含まれて、えー、全宇宙全地球世界中世界中の偶像礼拝の宗教を見てみますと礼拝者の考え方はどうにかして神様の気を私の方に向けないといけないんだどうにかして神様が私を愛してくれるように神様を和めないといけないんだそういった考え方を持っているのです。 その偶像礼拝の考え方について聖書の中でも、えー、見ることができます皆さんはカメル山の上で起きたお話を覚えてますかエリアとバールの、えー、バール崇拝者の話ですけどもバール崇拝者は一日中何をしてたんですか何をしてましたか頑張って踊ったり祈ったり叫んだりいろんなことをしていましたどうにかバールを 自分たちのバールの恩恵を得るためにそういう行為をしていましたそこでエリアはその人たちを小バカにしましたもしかしてバールは聞こえてないんじゃない寝てるんじゃないバカにし始めるんですよねここで面白いのはですねエリアがその状況に対して小バカにしていることではなくて面白いところはその小バカにしていることに対してバール崇拝者はいや そういういい神様じゃななよ、とと言わなかったことです。逆に「そうかもしれない」「聞こえてないかもしれない」「寝てるかもしれない」と言って自分を傷つけながらもっと激しく「バール」という偶像に対して叫び出したということですこれらの行為はすべて「バール」という偶像を「バール」という神様を振り返らせるために 取った行動ですこれは誠のキリスト教以外どこの宗教に行っても同じ教えになっています。どうにかして神様を私の方に向けないといけないんだすべての宗教同じ考えです同じ教えですあるアドベンチストになったばかりの人がいました。 この人はですね、えー、いろんなことを経験してるんですけども、えー、クリスチャンになってからいろんなことを自分の人生の中のものを変えないといけないという経験をもしましたしかし全て答えを持っているというわけではありませんでしたというわけで、えー、この人の、えー、親戚仏教の親戚がある日、えー、質問してきました私たち仏教徒は仏教徒であることに満足しています他の 人を頑張って仏教徒にしようとすることも考えません。でもなんでクリスチャンは頑張って他の人をクリスチャンにしようとするんですかクリスチャンのどこがすごいの何が仏教と違うの何が仏教に勝っているのという質問をこの新しいアドベンチストはされました。その時このアドベンチストの人は答えることができませんでした。皆さんんであれば、なんと 答えますか。自分の親戚の中にもクリスチャンじゃない人がいるかもしれません。クリスチャンのの。のどこがいいの他の宗教と何が違うの。と聞かれたらどう答えますか。ある若いアドベンチストはこう答えました「ああ他のキリスト教と同じで私たちは土曜日に礼拝するか?」 かなうん、あ,あとはあベジタリアン、うん、その辺かなああカトリック教となあ,あそうそうカトリック教と全く同じただね土曜日にあんそきにちぎくだけだよってそういう答え方をしてしまった若い男性がどこかにいましたそうでしょうかこの先ほどの若いアドベンチストは、えー、アドベンチスト成り立ての人は 数年後答えを見出しました。数年後、やっとその質問に答えることができました。こう言ってました。キリスト教は世の中の宗教で唯一神様から求めてくる宗教だですと。それがすごいんですよ。と言ったんです。意味わかりますか？他の宗教は私たちが神様を何とか求めないといけない。しかし、キリスト教は神様から求めてくる。 宗教そこが違うんですよという答えを見出しましたパウロはアテネに踏み入ったときこの考えを考え方アテネの人たちはこういう考え方を持っているということを知っていましたキリストへの道、えー、今日ですね、特別に引用文の用紙を渡しましたそこの一番最初のキリストへの道、えー、10ページ11ページこのページ数、えー 言っとかないといけないことがあるんですけれども、この中に教育っていうものもあるんですけれども、教育っていうのは実際のページ数です。キリストへの道、その他はですね。英語の方の <laughs> ページ数なので、あのご了承ください。はい。パウロが踏み入った時ですね。アテネに行った時、この偶像礼拝の考え方、神様をどうにか私の方に向けないといけないんだ。どうにか和ませないといけないんだという。 考えを持っていることを知っていましたその考え方についてキリストの道はキリストのはこう書かれています善の敵である悪魔は人の心をくらまし神を恐ろしいもののように見せかけ残酷で人を決して許さないもの厳しい裁判官か強欲な金貸しのように現として動かぬもののように思わせています サタンはこの,ようなこのように神様を描くことが大好きなのです。私たちに神様の間違ったイメージを与えるのが大好きなのですそれを私たちの心に刻みつけるのが大好きなのです実はこれを昔からやってるんですよねまだ聖女があった時代まだ捧げ物をしている時代もその捧げ物のメッセージに対しても同じようなことをしました 次の引用文ですけども各時代の希望115ページにこのようなことが書かれています非常な非常な興味を持ってサタンはアダムとその子孫たちが捧げるいけを見守ったじっくり見ていたんですよねじっくりああ捧げ物してるこれどういう意味だろう見守っていたっていうのはそういうことですどういう意味だろう神様はもちろんサタンにそういうどういう意味かっていうのは伝えていませんしかし サタンは誰よりも聖女を勉強しました。誰よりも聖書を勉強しました。誰よりもこの捧げ物について勉強しました。そういうことです。見守ったっていうのは。見守誰よりも見守って、このような儀式の中に、えー、彼はサタンですね。サタンは地と天との間の交わりの象徴を認めた。ここに特別な神様と人間の交わりがあるんだ。気づくんですよね。サタンはこの交わりを 立ち切ることに取り掛かったって書いてあるんですよねさてこれはどういう意味でしょうか神様は人々に「生贄には私がそのうち一人ごを送ってあなたたちのための罪のために死んでくださるんですよ」ということを教えるために与えたものです神様があなたに与えるんですよ神様があなたを求めてるんですよ 神様自ら差し出しているんですよというメッセージでしたしかしサタンはそれを見てその意味を全くひっくり返してしまいましたいやいやいやその捧げ物は神様の愛を得るためにしないといけないものなんですよ神様をどうにかして自分の側につけるためにその捧げ物をするんですよという意味に変えてしまいましたサタンはその同じ教えを世の中に広げ始めましたそしてそのうち 現代のキリスト教の中にもひそかにひそかに取り入れました2018年の私たちは子羊を教会に持ってきて捧げることはしませんしかしはっきり言ってしまうと私たちの中でも同じように神様を見ている人がいるかもしれません偶像礼拝をしている人たちと同じように神様を見ている人がいるかもしれませんもしかすると 今日の説教までそれに気づいていないかもしれませんもしくはそれを気づいてどう,やどうやって抜け出すか知らないかもしれません偶像礼拝者と同じように神様を礼拝しているかもしれませんなぜ教会に来ているのかなぜ献金を捧げているのかなぜ教会で奉仕するのかなぜ教会,を教会で神様を礼拝するのかどうにかして神様の恩恵に入るためでしょうかどうにかして神様を和ませるということでしょうか どうにかして神様を自分の側につけようとしているのでしょうかもしそういう意味で教会に来ているのであればその行為は根本的レベルで異教になってしまいます偶像礼拝と変わらないということです国と指導者次の引用文ですけれども国と指導者177ページに書かれていることを考えてみてください多くのの人々は神と神と 属性について誤った考えを抱き、全くバールの礼拝者たちと同様に偽りの神を礼拝しているのである。強い言葉ですよね。ちょっと怖い言葉かもしれません。私たちは神様を、神様イエス・キリスト・エイホバと呼んでお祈りをするかもしれません。しかし私たちが 偶像礼拝のように神様を拝むと神様を自分の側に頑張ってつけようとするんであればそれは神様を礼拝していることにはならないということですただの異教になってしまいますそしてそれを見ているサタンは大喜びしているのですしかし神様はこれを放っておくことはしません放っておくことはしません キリストへの道、次の引用文ですけどもこう書かれていますイエスが人類の間にお住みになったのはこの暗い影を取り除いて神の限りない愛を示すためで示すためでした示すためでしたと書かれています本当の神様の愛を示すためにこの間違った考えどうにか神様を自分の側につけないといけないんだな 頑張って捧げ物をしないといけない頑張って研究しない頑張ってベジタリアンにならない頑張って何でも頑張って頑張って自分の力でというのはその間違った考えその間違った神様の愛の考えに対してその暗闇を取り除くためにイエス様が人類の間におみになったのです。アテネの アテネでのパウロはそれをすべて知った上で偶像礼拝にとらわ,われてしまっているアテネの人々に本当の神様の愛を伝えたかったのです首都行伝戻って22節から読み続けましょう首都行伝17章22節から続きを読んでみましょうそこでパウロはあれをアレオパゴスの「 表辞書表記書の真ん中に立っていったあての人たちよあなた方はあらゆる点においてすこぶる宗教心に飛んでおられる私たちは見ているあ私は見ている実は私が道を通りながらあなた方の礼拝,拝む、えー、いろいろなものをよく見ているうちに知られない神にと刻まれた祭壇も あるのに気づいたそこであなた方が知らずに拝んでいるものを今知らせ,知らせてあげようこの世界とその中にある万物とを作った神は天地の主である天,天地の主であるのだから手で作った宮などにはお墨にならないまた何か不足でもしておるかのように人の手によって で使われる必要もないと言い出すんですよね。また何か不足でもしておるかのように人の手によって使われる必要もないとパウロは言うんですね。アテネの人は礼拝についてどう考えてましたか。偶像礼拝なのでもちろん神様は私から私からすべてを必要している。 私がやることすべてを神様が必要としているからという教えですよね。どうにかして私は神様を、どうにかして神様を私に向けないといけないんだ。だから私はすべてを捧げる。だから私はすべてを支払う。それが偶像礼拝の根本的教えですよね。しかし、パウルはここで、 いや神様はあなたから何も必要とされていませんよと知らせるのですアテネの人たちにとってなんだこの宗教はと思ったはずです彼らにとって本当に文字通り知られない神だったはずです続きを読みましょう神はすべての人々に命と息と万物を与えまた一人の人からあらゆる民族を作り出して 地の全面に住まわせそれ,ぞれのそれぞれに時代を、えー、区分し国土の境界を定めてくださったのであるこうして人々が熱心に追い求めて探しさえすれば神を見出せるようにしてくださった「実あ事実神は我々一人一人から遠く離れておいでになるのではない」パウールはここで大切なことを言います。 私たちはしばしば何もない暗闇の中で神様がどこか遠い存在かのように探し求めます。目の見えない人が何かを手でこう感じ出すように「ここかなここかな」そのように私たちは神様を実感しようとします。しかし神様は聖書によると遠く離れていない。 と書いてあります神様が遠く感じるのは私たちが間違った求め方をしているからです。神様が神様のイメージを間違ったイメージを私たちが持っているから神様のイメージは私たちの中で違うものに変えられてしまっているのです。というわけでパウロはアテネの人々を正しい神様の味方に導こうとしていたのです。私たちも 私たちのものを一切必要としている神様ではなく全てのものを私たちに与えてくださった神様私たち一人一人から遠くない神様を全ての人が見つけることができるように私たちを求めている神様神様は遠く離れていません私たちにとってとても近い,近いお方ですすぐそばにいるお方です 神様の愛について語るとき一つ悲しいことがありますそれは愛について私たちの理解が周りの文化によって変えられてしまっているということです私たちの愛という言葉の理解が周りの文化によって変えられてしまっていることですアメリカでは「愛」もしくは「love」ですよね「love」という言葉ですねこのように使います 私はアイスクリームをラブしてます愛してますダジャレじゃないです <laughs> 私は家族を愛しています私は犬を愛しています私は妻を愛しています同じ「愛」という言葉をあらゆる場面で軽々しく使ってしまうのですそしてそれを聞く日本人はええー、と驚くかもしれません しかし日本では同じことが起きています愛者愛犬その後家族愛していますあなたのことを愛しています日本も軽々しくとこの「愛」という言葉を使ってしまっています私たちの「愛」という感覚は私たちの欲を満たすものという感覚になってしまっています「I love ice cream 私のアイスクリームが欲しいという欲を満たすものそういうふうに使ってしまっていますなぜそれが良くないかというとそれをそのまんま神様にくっつけてしまうからですそのまんまその意味欲を満たすという意味神様の愛にくっつけてしまっているからです神様の愛が薄っぺらい 軽々しいい愛だと勘違しししてしまうのですしかしそれは神様の愛ではありません神様の愛はこれと全く違う愛です第一ヨハネ4章の「八節」には「神様は愛である」と書かれていますここの「愛」という言葉は元のギリシャ語で見て,ま見てみますと「アガペ」となっています アガペについて何度も聞いたことあると思うかもしれませんが芸者語ではです、ね、実は5つ愛と訳せる言葉があるんですよね聖書の中では2つしか出てこないかもしれないですけども5つあるんですよね1つが先ほど言ったアガペもう1つはエロスフィレアストロゲエクセニアこの5つがあるんですよねしかしアガペが聖書の中で出てくるとき 感情的な使い方ではなく、もっと独特的な使い方で出てきます。なぜかというと、神様の愛にたいに、えー、値する愛はないからです。どのように使っているかというと、他の愛という言葉のように、感情としてではなく、原則的に使っているのです。アガペをある辞書で引いてみると、こう書かれていました。アガペは、 完璧な方が深くて変わらない愛をふさわしくないものに対して示すことと書いてありました。もう一度読みましょうか。アガペっていうのは、完璧であるお方が深くて変わらない愛をふさわしくない人に示すこと。しかしそのような愛は私たちにとって不信然です。 不自,然か <laughs> 不自然です私たちは私たちを愛してくれる人を愛しますふさわしい人に対して愛を抱きますふさわしくないのに愛すというのは不自然でわけのわからないことですもし私にはできているという人がいるのであればそれは神様があなたの心を変えているからだけの話です。私たちにととってあがという考え方を持つのは 不自然なのですしかし神様の愛はあなたに基づく愛ではありません神様の愛は神様に基づく愛です神様があなたを愛しているのはあなたがどのような人であるかにかかっているのではありません神様の愛は神様がどういうお方であるかにかかっているのですあなたではないのです神様なのです 次に五章四十三節から四十五節をちょっと見てみたいと思いますけれどもマタイによる福音書5五章五章といったら、えー、祝福の、えー、言葉が書かれている箇所でもありますけれども五章の四十三節から四十五節を見て、えー、少し考えてみたいと思いますここに書かれているのが神様の愛です私たち がが持持っってていいるる愛愛ででなく神様が持っている愛です私たちは「えー、まあ私は」って言った方がいいですね「私はこれ,がこれを完璧にできている」と言いたいところなんですけどもなかなか難しいことです。ここはですねイエス様のご自身の言葉になってますけどもまた囲碁章43節から45節隣人を愛し敵を憎め」と言われていたことはあなた方の聞いていることであるある。 しかし私はあなた方に言う敵を愛し迫害する者のために祈れなぜかというと45節こうして天にいますあなたの父のことになるためである天の父は悪いものの上にも良いものの上にも太陽を昇らせ正し,いものの正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからであるイエス様は言っていることを理解していますか 何でも読んだことあるかもしれませんけども本当に理解してるでしょうか敵を愛するというのは神様がすることと同じですよ。神様は敵をを愛し悪いものに祝福を与えてるんですよという意味です。考えてみてください。私たちが起きた時に太陽がもうない太陽はもう一生昇らないという状況に置かれたとどう,どう思いますか 私は一番最初に多分鬱つになって死んでいくと思いますもしくは朝起きたら酸素がないあと2時間で地球の酸素がなくなりますよとニュースが出てくる何が言いたいかというと神様が創造された自然は 神様の説理がたくさんあるとということです神様は私たちを大切にしていることが自然を通してはっきりと分かっているということです。私たちを養ってくださっていることが分かるのです。私たちを祝福していることが分かるのです。そして私たちが幸せに暮らせるようにという気持ちがすごい伝わってくるのです。ももう少しし考えてくださいもし全世界 灰色だけ。他の色は一切ない。灰色だけ。つまらないですよね。絵を描く人は特に <laughs> つまらないですよね。それか、すべての鳥がカラスのように、カーンカーうるさいですよね。まあ、カラスが嫌いな好きな人にはちょっと申し訳ないですけど <laughs>。つまらないですよね。それか、すべての食べ物が納豆の味。 納豆の嫌いな人はどうするんだ <laughs> これらのことは神様が私たちのことを愛してくださっているという証拠なのです神様が私たちを祝福していて私たちを幸せにしたいという証拠なのですそして神様はご自分を礼拝する人だけのためにおいしい食べ物を与えているわけではありません神様を礼拝しようがしまいがしまいが日本語ですか 美味しいし食食べべ物は食べれるんですよね神様を礼拝しようとしまえがきれいな景色を見ることができます正しいものにも正しくないものにも雨を降らしてくださる良いものにも良くないものにも太陽が昇ってくるどうしてかというと神様の愛は私がどのような人であるかによって変わるものではないからです。神神様様の愛は神様が どのようなお方であるかによって与えらられるものだからですそして神の愛です,からですので私たちがどのような人にもかかわらずこの命が与えられているのです。神様の愛ですから私たちは約80年間という恩恵期間が与えられているのです。次にローマ書5章に行きたいと思いますけれどもローマ人への手紙。 ローマ人への手紙5章に行きたいと思いますけれども5章の6節を見てみてくださいローマ5章の6節を見てみてくださいここで素晴らしい政府が出てきますこれを暗記している人もいるかもしれません5章の6節です私たちがまだ弱かった頃キリストは時いたち 時,時至って不珍珍な者たちのために死んでくださったのである何度も読んだことはあると思います暗記もしているかもしれませんにもかかわらずにもかかわらずにもかかわらずどれだけの人が神様のもとに行くのを拒んでいるでしょうかコロナ禍でも拒んでいる人がいるかもしれません ああまた同じ罪を犯してしまったこれじゃ私もう神様に認められないなああまたつまずいてしまったこれじゃ神様のもとに行けないなしかしこの聖句によると誰のためにキリストが死んだと書いてありますか不信心なもののため不信心7節と8節を続けて読みましょう 正しい人のために死ぬ者はほとんどいないだろう善人のためには進んで死ぬ者もあるいはいるであろうしかしまだ罪人であった時私たちのためにキリストが死んでくださったことによって神様は私たちに対する愛を示,し示されたのである神様は言葉だけではなく行動に愛を 人間みたいに「ああ愛してるよ」チャラい方」ではありません行動に移されましたそして私たちがまだ罪人だった時にというのは私たちがまだ罪を犯してその罪を愛している時その罪が罪と認識してない時あのビールを飲んでいる時勧誘を犯している最中 嘘をついている最中私たちが神に対して反逆している時に私たちが神様に興味を持っていない時に神様のもとに行きたいと思ってもいない時に神様はその時にすでにイエス様を私たちに私たちの代わりに十字架で死ぬために与えてくださったのですだからこそローマ人の手紙5章の9節に書かれているのです9節私たちはキリストの地によって今 義とされているのだからなおさら彼によって神の怒りから救われるであろう神の怒りと書いてありますがこれは私たちに対する怒りではありません私たちに対して戦っているという意味ではありません私たちが神様に対して戦っているのです私たちが神様,に神様を拒絶しているのですああ神様は私のことを愛してくれるのかな違います神様は すでに私たちを愛しています。私たちが神様に対して戦っているのです。神様はあなたに対して反対したことは一度もありません。またイエス様が言ってることと同じです。私たちが神様の敵だったときに敵を愛しなさいと書いてありますよね。私たちがまだ神様の敵だったとき私たちが神様に対してまだ戦っているときに神様が私たちのために死んでくださったのです。10節に進みます。 もし私たちが敵であった時にさえ巫女の死によって神と和解を受けたとすれば和解を受けている今はなおさら彼の命によって救われるであろう要するに神様は私たちがまだ敵だった時に死んでくださって私たちを求めてくださっているということは今私たち神様を求めている存在はもっと神様の愛に期待できるそうでしょとパウロがここで言っているのです。 ここれは神様が始めたことです私たちが始めたことではありません救いは神様から出てきたものです私た,か私たちから出てくるものではありません神様はあなた方が何かを始めることを待っているわけではありませんでに常に私たちを求め前進しているのですよく聞く一言ですけどもそして私も使ったことはある一言かもしれません私には無理です 私は完璧になんかなれないでもその言葉そのフレーズを頭から消してください私たちに無理というのは当たり前です私たちの無理というのは当たり前ですもし私たちに自分の力で完璧になる私たちに可能であれば私たちの救い主なんか必要としません私たちの素晴らしさで 救われるののでではないのですキリストの素晴らしさによって私たちが救われるのです。キリストの完璧さを通して救われるのです。最初からキリストのみなのです。イエス様が死んだ理由は私たちの力じゃ無理だからだからこそ自ら死なれたのです。だからこそ自ら私たちを求めているのです。 神様は私たちがあるレベルに到着するまで待っているわけではありません。最初からキリストのみ。最初からありのまま。ここで今日の心の過程の部分を歌唱を読みたいと思います。教育252ページ。これは日本語の教育のページになっています。英語のページではないです。教育252ページ。来の教師イエスは 修法にも載っています天来の教師イエスは過失を犯している者のどんな意地悪にも耐えられるお方であるイエスの愛は冷えず彼らを導こうとする努力を中止なされないイエスは過失を犯している者や反抗する者や背信の者までも受け入れるために幾度も手を広げて待っておられる罪人を 何度導こう導かれると書かれていますか一回ですか二回ですか三回ですかここには中止なされない幾度もと書かれています何度でもということです何度罪を犯しても神様は私たちを求めているのです求めていない神様はいないのです続きですけども最も誘惑に陥りやすいもの そう感じている人いますか私はダメだめだめだすぐ誘惑に負けてしまう誰もが感じていることだと思います最も誘惑に陥りやすいものまた最も過失を犯しやすいものほどイエスの特別な心配の的となる自分が私は誘惑に陥りやすいなと思っているのであれば神様はあなたのことを特に気にかけてくださっているということです特にあなたのことです。 あなたに対して神様,は愛は神様の愛は尽きることなく限りないものですあなたを救いたいという思いはあなたが自分が救われたいという思いよりもっと大きいものですもとの時間ないですけども最後にはっきりさせたいことが一つあります先ほど神の怒りについて言いかけたことがありますけども神様の怒りについてはっきりさせたいと思います神様の怒りはいいですか 聞いてますか神様の怒りは大切ですからねすごい勘違いしてる人がいますからいろんなところにこの教会にっていうわけじゃないですけど <laughs> いろんなところに勘違い神様の怒りは神様の愛の一部分です神様の怒りは神様の愛の一部分です切り離すことができません、えー、各時代の希望 次の引用文ですけどもそこに書かれていることを聞いてみてください一緒に読んでもいいですけども神様の愛は憐れみのうちにばかりではなく義のうちにも表されたこの義というとですね裁きとい,う、えー、という言い方も言ってジャスティス英語ではジャスティスという言葉が使われています裁きって言ってもいいと思います、えー、義は神の御座の基礎であり神の愛の実である 憐れみを真実と義から引き,離す、えー、引き離そうとするのは、するの？ん引き離すとするのがサタンの、えー、意図であった。彼は神の律法の義で平和の敵であることを証明しようと努力したと書かれています。 この教えをローマ人一章からちょっと説明したいと思います。ローマ章一章の16節から18節、ここもまた有名なところですけども、えー、読んでみましょう、ローマ章一章の16から18です。ここでパウロは話を福音から始めます。福音、良いメッセージから始めます。そしてその後、その福音を神の怒りにつなげていきます。よーく見てください。パウロがどういういことを言ってるか。 読んでみましょう。私は福音を恥としない。それはユダヤ人をはじめに、ギリシャ人にも、すべて信じる者に救いを得させる神の力である。神の義はその福音の中に掲示され、信仰に始まり、信仰にいたさ,いたされる。いたらせる。これは信仰による義人は生きると書かれている通りであるって言ったところで、みんながアーメンって言うんですけども、その次、あまり聞きたくないところなんですよね。神の怒りは、 福音の話のあとすぐに神の怒りは不義を持って真理を阻もうとする人間のあらゆる不信心と不義とに対して天から掲示される神の怒りは誰に対してと書かれていますか人間に対してと書かれているでしょうかよく読んでみると違いますよねここは 誰に対してではなく何に対してと言った方が正確かもしれません人間ではなく人間が持つ不信心と不義に対してです神様は人間に対して反対していません神様は人に 対してて戦っているわけではありません神様は罪に対して反対していて罪に対して戦っているのです罪に対して怒りを発しているのですねえ違いあるのそれと思うかもしれませんけどもちょっと例え話を、えー、例え話ねた例えば大切な人自分にとって一番大切な人一番愛している人が病気にかかってしまいますそしてこの病気を治ることはありませんお医者さんにあと2週間と言われてしまいます その時その人に対して怒りを持ちますかおそらく普通の人だったら持ちませんよね。もっと大切だと思い始めますよね。しかしその病気に対して怒りはありますかその人がど,のどれくらい大切かによってその病気に対してどれくらい怒りがあるかっていうのが決まっていくと思います。大切だほど、 大切なほどどど怒りがどんどん増していきますその人に対してじゃなくてその人を苦しめている病気に対してその人を殺している病気に対して神様の怒りは神様の愛の一番いい証拠です神様は罪に対して怒りを持っていますものすごい怒りを持っています それは神様が私たちをものすごく愛している一番いい証拠です神様は私に対して怒りを持っているのです私に対してではなく罪に対して怒りを持っているのです罪は私を破壊しているから神様はその罪を破壊したいのですしかし神様にとって一番難しくて一番悲しいことが一つありますそれは 私たちが罪を罪と絡んでしまっているということです私たちが罪を手放さないということですだからこそ神様は救いの計画を通して私たちを罪から離れさせようとしているのです私たちを性別しようとしているのですそして罪が破壊される時私たちは神様と 罪のない世界で永遠を過ごすことを神様が求めているのです永遠の命は罪のない永遠ですそれはどういう意味かというと痛みもない悲しみもない苦しみもない悩みもないそういった永遠です神様のあなたへの愛は変わることがなく限りなく 尽きることのない確かなものです神様は常にあなたを神様のもとに引き寄せています私たちはそれを受け入れるか受け入れないかその選択肢だけが与えられています最後にローマ書8章から読んで終わりたいと思いますローマ書8章の31節から39節ここもまた 素晴らしいところです。聖書の中でも一番好きというところかもしれません。ローマ8 31から39を読みたいと思います。それではこれらのことについて何というかもし神,様神が私たちの味方であるなら誰が私たちに 敵し得うかご自身の御子をさえ惜しまないので私たちすべてのもののために死に渡された方がどうして御子のみならず万物,を万物をも賜らないことがあろうか誰が神の選ばれた者たちを訴えるのか神は彼らを義とされるのである。 だから私たちを罪に定めるのかキリストイエスは死んでいなよみがえって神の右に座しまた私たちのために取りなしてくださるのであるだから誰がキリストの愛から私たちを離れさせるのか観覧か苦悩か迫害か飢えか裸か非難か剣か 私たちはあなたのために終日死に定められておりほふられる子羊のように見られていると書いている通りであるしかし私たちを愛してくださった方によって私たちはこれらすべてのことにおいて勝ち得て余りがある私,たちは私は確信する死も生も天使も支配者も現在のものも 将来のものも力あるものも高いものも深いものもその他のどんな被造物も私たちの主イエスキリストイエスにおける神の愛から私たちを引き離すことはできないのである覚えておいてください心に刻んでください神様があなたの側についてないという時は 一度もありません神様があなたを反対したことがあることも一度もありません世の終わりに滅ばされてしまう人は神様がその人たちを愛す,こ愛すことをやめたからではありませんその人たちがそれを選んだからです最後の最後まで神様は私たちが神様を選ぶことを願って 常に私たちに働きかけています神様は私たちから遠く離れているお方ではありません神様は常に私たちのそばにいらっしゃいますお祈りします天の父なる神様御言葉を通して自然を通してあらゆるものを通して 神様の愛を私たちに伝えてくださっていることを感謝していますそして絶えず限りなく私たちに働きかけていくことを感謝していますどうか私たち一人一人神様の愛について勘違いせず神様が私たちを求めていることを意識して前に進むことができますように どうか私たち一人一人その愛を経験できますよう心を開いて受け,入れること受け入れることができますよう導いてくださいイエス様の皆によってお祈りいたします。アメン